みおチャンネル。はい、友永みおです。今日は激推しリップを3つ紹介したいと思います。ぜひ最後まで見てください。それではみおチャンネルどうぞ。はい、それではまず1つ目、クラランスコンフォートリップオイル05番です。ちょっとオレンジっぽいリップです。これの、ピンク04番のキャンディーっていうカラーはすごくリピートしていて使ってたんですけれども、最近はコーラル系のメイクにハマっているので、こういったオレンジっぽい色味を使っています。手に出してみるとこんな感じです。すごい透明感のあるオレンジっていう感じで、単色で使ってもナチュラルで可愛いし、ティントとかの上に重ねて塗ってもすごく可愛い。クラランス特有のぽってり感だったりとか、縦じわがなくなってくれたりとかがやっぱり大好きで、クラランスはね、これからもずっとリピートをしていきたいなと思っているお気に入りのリップです。こんな感じです。透明感、ティント効果もあるので、ずっとつけてたら色もねどんどん浸透してくるし、保湿もねしっかりされるので大好きなリップです。続いて2個目、ハニーラワハニーラスタ10番カルーナ。こちらも保湿力が抜群です。こんな感じの可愛らしい女の子っぽいピンクです。ちょっとねラメが入っている感じです。またねさっきとは全然雰囲気が違うリップなんですけど、この色味はナチュラルメイクをした時に使ったりしています。普段使いすることはこれは多いかな。でさっきのクラランスに比べると、こっちのテクスチャの方がしっとりした感じです。蜂蜜成分が入っていて、美容成分もたくさんあるので、塗ってるだけですごい唇にいいリップになっています。ほんと蜂蜜のいい香りで食べちゃいそうになるような、はい、プーさんになった気持ちになれるリップです。こんな感じで、すごい可愛らしい色味で、こういった美容成分の高いリップってなかなか色がね出なかったりとか、どうしても色持ちが良くなかったりとかが多いんですけど、このハニーロアのリップはしっかり色味も出してくれるので、これ1本で大丈夫っていうリップなので、すごくね好きです。またねさっきとは全然ね色味も変わって雰囲気が変わるんじゃないかなと思います。続いて最後はこちらです。オペラリップティント03番アプリコット。もうみんな大好きオペラですよね、きっと。私も3本持ってて、今一番気に入っているのがこの03番のアプリコットっていうカラーです。色味はこんな感じです。一番最初のオレンジに比べるとコーラルオレンジっぽいカラーです。これもね透明感ですよね。ちっちゃいバッグにも入れやすいサイズなので、気に入っているポイントでもあります。あとはちょっとこうお直しするときにシャシャシャって塗れる手軽さがいいなと思っています。はい、塗ってみるとこんな感じです。重ねてつけるとより色味がしっかりと出るタイプです。さっき紹介した2つに比べるとすごい軽いつけ心地です。はい、こんな感じで3つ激推しリップを紹介しましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。私は保湿力のあるリップがすごく大好きなのと、色持ちがどれだけ続くかっていうのを大切にしていて、でいろんなリップを使ってみてるんですけど、最近どれが好きかなって、よくポーチに入れてるのどれかなって考えたら、この3つがね常にポーチに入っていたなと思ったので、激推しリップ3つを紹介してみました。ぜひ楽しかった方、参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひまた見に来てください。バイバーイ、ありがとうございました。